物ですか？はい、あなた宛てのお手紙を預かっていまして。手紙？は、もしや果たし状では。なんでそうなるんだよ。スーテラが探してる姉ちゃんからかもしれねえだろ。姉様から？それは心して読まねば。お姉さんからなんですかね。スーテラさんの故郷から人手を渡ってこの店に届いたんですが。へえ、よくこの店に届いたな。ふっふっふん、必要あるところによろずやありです。ではスーテラさん、確かにお渡ししました。ありがとうございます、よろずや殿。どれどれ、この字は父上。一体何が。なんと。なるほど。どうですかスーテラさん、何か故郷で困ったことでも。いえ、そうではないのです。故郷には触れてはならぬものと呼ばれる存在を祀る祭壇があって、村に住む者たちの中からふさわしい力を備えた者が選ばれ、祭壇の守り人となります。故郷では守り人とその候補者のみが弓を持つことを許されるのです。私の弓も実は守り人の証なのですよ。そうだったんですか。スーテラさんは守り人さんだったんですね。はい、幼くして守り人になった姉に比べれば甚だ未熟ではありますが、守り人であることは私の誇りです。それで手紙の方は何の用だったんだ。困ってるってわけじゃないんだよな。ええ、むしろ良いことです。守り人になるためには試練を受ける必要があるのですが。今回アステールという子が新たな守り人となるべく試練を受けるのだそうです。手紙は私に彼女の試練で見届け人を務めてほしいということを伝えるものでした。なるほど。じゃあ一旦故郷に戻るのか。ああ、そうですね。せっかく私を頼ってくれたのです。帰りたいとは思うのですが、私の故郷の島は他の島との交流が薄く、飛空艇の定期便はないのです。終わりました。いつの間にか気軽には帰れない離れた土地に来ていたのですね。その私の村はかなり遠いですし、団長殿たちにご負担をお願いするわけには。そう遠慮すんなよ。こいつもこう言ってることだし、みんなでスーテラの故郷に行こうぜ。そのご好意に甘えて申し訳ないとは思うのですが、私の故郷へ共に来ていただいてもいいでしょうか。よし、決まりだな。次の目的地はスーテラの生まれ故郷だ。ありがとうございます皆様。風光明媚というわけではないですが、精一杯おもてなしいたします。未熟者ではありますが、どうかよろしくお願いするのです。
広い森だな。こりゃ村に行くのも一苦労かもな。島の大部分が森ですからね。実はこの島には私の故郷以外に集落がないのです。へえ、そんなに小さな島でもないのにな。迎えに来てくれたのですか？はい、お久しぶりです、姉様。お呼び立てしてしまって申し訳ないのです。ですが、尊敬するスーテラーネ様に私の試練の見届け人を務めていただけるなんて。すみません、舞い上がってしまって。こちらの方々は？メーテラーネ様を追う旅の中で出会った飛空団の方々ですよ。私と共に来てくださったんです。飛空団では、皆さんは飛空士様なのですね。はじめまして、アステールなのです。ご挨拶が遅れて失礼しました。私の試練のためにお呼び立てして恐縮なのです。いえ、私たちもスーテラさんの故郷に来てみたかったですからね。これから森人になるために試練ってのを受けるんだろ。細かいこと気にせず頑張れよ。皆さん、ありがとうございます。このアステール、必ずや試練を突破してみせるのです。その息です、アステール。皆さん、村までの道中は魔物が出ます。注意して進みましょう。私がご案内するのです。ついてきてください、皆さん。そういえば、アステール、あなたは弓を使わないのですね。あれ、そういや、そうだな。森人になるやつは弓を使うってスーテラが言ってたよな。いえ、その私、あまり力がなくて弓を使うのはうまくないのです。なので、当該の書物を読んで自分に使えそうな武器を探したのです。変わった形の弓矢を使っているんですね。島の外から取り寄せたんですか？このクロスボウ、私の手作りなのです。手作り？すっげーな、器用なんだな。でも家事師のおじさまのお力を借りたので、まるきり自分で作ったわけでも。アステール、自らの不足を正面から受け止めてそれを解決したことは誇るべきです。はい、褒めてくださってありがとうございます、スーテラーネ様、ビンさん。アステール、獲物を構えてください。落ち着いて、アステール。私がついています。あなたなら大丈夫ですよ。はい、スーテラーヌ様、アステールは立派に戦ってみせるのです。消え去るがいい。青空を仰ぎながらコーヒーをたしなむとしようか。
怪我などはないですか？はい、大丈夫です。心配してくれてありがとう、アステールちゃん。アステール、射撃が上達しましたね。クロスボウはあなたに合っているんですね。あなたは昔、あまり体が丈夫ではなかったから。試練を受けると聞いて、実は少し心配したんです。ですが、杞憂でしたね。姉様、そう言っていただけると、自信になるのです。それに、私の小さい頃のことを覚えていてくださったなんて、嬉しいのです。あの頃は、風邪をひいてばかりで、あまり姉様に弓を教えていただくこともできませんでしたから。スーテラさんは他の子にも弓を教えていたんですか？ああ、森人は候補の子たちに弓やしきたりを教えるのが習わしになっているのですよ。なるほど、そうなんですか。スーテラさんは確かに先生に向いてそうですね。え？いや、私などまだまだ未熟で。スーテラ姉様はいつも一番早くから訓練を始め、一番最後まで訓練されていたのです。一緒に訓練こそできませんでしたが、そんなスーテラ姉様のことをアステールは尊敬しているのです。アステール？風に褒められると照れます。スーテラさんから顔が真っ赤です。ルリア殿、からかわないでください。森人って武器を持つってことは魔物とかと戦うのか？そうなのです。祭壇の森人は触れてはならぬものが呼び寄せる魔物と戦うのです。魔物を呼び寄せる？触れてはならぬものって何なんですか？触れてはならぬものが何なのかは我が村の長老さえも知らぬことです。古い時代にこの島の祭壇に封じられ、人や魔物の中にある負の心を増幅させる力を持つことは確かなのですが。負の心を増幅させる、なんだか恐ろしい存在なんですね。はい、心の弱い人は祭壇のある洞窟に入っただけでおかしくなると言われています。そりゃ森人になるためには試練がいるのも当然だな。それにしてもアステールって昔体が弱かったんだよな。はい、そうなのです。恥ずかしながらしょっちゅう熱を出していたのです。魔物とは戦わなきゃなんねえし、触れてはならぬものは危なそうだし、なんで森人を目指したんだ？私も村の役に立ちたいと思って、それで最初は弓の訓練をしたのです。でも今はただ森人になりたいと思っているだけではないのです。弓に代わる武器を探すため外から伝わった書物を読み始めて、私は島の外の知識を学んだのです。島にはない知識や学問、技術がたくさんあることを知りました。きっと村の役にも立つはずなのです。長老様方は当該のものを好まれません。
私が黒壺を使うこともよく思っておられないようなのです。ですが私が森人の試練に打ち勝てば、長老様方も新しい知識や技術が役に立つと認めてくれると思うのです。すみませんのです。つい夢中になって。いいえ、アステール、あなたは村のことをよく考えているのですね。私も姉様を探す旅の間、島の外のことを見聞きして、様々なことを知りました。外の世界には目を見張るようなものがあります。同時に村には誇るべきところもある。どちらか一方を否定するのではなく、良いところを見て村をより良くするのは素晴らしいことだと思いますよ。そういえば、スーテラーネ様、メーテラーネ様にはもうお会いになりましたか？それがまだなのです。スーテラの姉ちゃんって親父さんのへそくり盗んじまったんだっけ？そうなのです。それはそれはお怒りで、早く姉様を連れ戻して謝っていただかないと。メーテラーネ様、そのようなことをなさっておいでだったのです？そうなのです、アステル、昔から自由奔放な方ではありますが、はあ、確かにメーテラーネ様はなんだかすごすぎて、私などにはお考えが読めないのです。なあ、スーテラの姉ちゃんってそんなにすごいのか？すごいなんてものではないのです。メーテラーネ様は今のアステールよりお小さい頃に森人になったのです。弓はもちろん、魔法も学問も何もかもぬ禁でた力をお持ちで、神童と呼ばれていらっしゃったのです。姉様は私にとって誇りであり、目指すべき目標でもあります。常に先を進んでおられる。目標とはいえ、私程度では追いつくことは叶わないのかもしれません。スーテラさん、村長様、スーテラーヌ様とお仲間の貴空師様たちをお連れしたのです。スーテラ、アステル、よくぞ戻った。大事ないか？父上、スーテラ、ただいま戻りました。ですが、姉様をお連れできず。メーテラめ、仕方のないやつだ。しかしスーテラ、お前は少し気に病みすぎだな。お前の元気な顔を見られて父は嬉しく思っている。見届け人の役目しっかりと頼むぞ。はい、父上。優しそうなお父さんですね、スーテラさん。お姉さんのこともあんまり怒ってないみたいですよ。いえ、父は普段優しい方ですが、一度怒るとそれはもう烈火のごとく。スーテラよ、何をこそこそと話しておる。森人たる者、堂々とせよ。長老様、お久しゅうございます。森人であるお主が軽々しく村を開けるようなことは感心せんな。も、
申し訳ありません。ですが、村の外に出たことは私にとって得難い経験であり。村が守ってきたのは祭壇だけではない。伝えてきた伝統、誇り、それらに忠実でなくば森人は務まらぬ。アステール、そなたもだ。森人を目指すのであれば、島の外の知識にかぶれるなど言語道断。長老様、アステールが試練を受けることに関してはすでに話し合いにて許しが出ております。弱き者に越えられる試練ではない。村の和光度が当たら失われることがなければよいがな。騒がしき外の者を森人が村に呼び込むとは、世も末よ。チッ、なんで感じの悪いジジイだな。申し訳ない。あの長老様は長く祭壇と村を守ってきた方、思うところがあるようなのです。アステール、あなたが試練を許されたということは、あなたにはそれだけの力がある。そのことは胸に留めておいてくださいね。はい、姉様。菊内様方、よくぞ参られました。お見苦しいところをお見せしてしまいましたな。何もない村ではありますが、ゆっくりしていってください。娘が世話になっているお礼もしたい。あの私たちアステールちゃんの試練についていっちゃダメですか？ルリア殿？だって魔物がいっぱい出ますし心配で。ああ、信じてないとかじゃないんですよ。ですよね。この村に来る途中にもたくさん戦いましたし。触れてはならぬ者がこの島に魔物を呼び寄せるので、定期的に森人が狩りに出るのです。そろそろその狩りの時期なので、確かにおっしゃる通り魔物は多い。そうですな、菊氏様方には島の魔物をできる限り倒していただくという依頼をするのはどうです？父上、長老様方が難色を示されるのでは？狩りの人手が足りぬのは事実。試練が行われる洞窟には入らないでいただけばよかろう。菊氏様方、こたびの試練はアステールの力を試すもの、それだけは忘れないでいただきたい。わかりました。洞窟の外で待ちます。それに試練でズルするのをスーテラさんが許すはずないですよ。まさに。スーテラ、信頼を受けているのだな。それはお前の宝だ。大切にしなさい。はい、父上。では団長殿、恐縮ですがお力を借り受けます。旅の疲れもありましょう。まずは一晩村でお休みになってください。村の中も私がご案内するのです。はい、アステールちゃん、よろしくお願いしますね。
試練を受ける洞窟の奥には、触れてはならぬものが封印された祭壇があるのです。ってことは、その洞窟が入るとおかしくなっちまうっていう。はい。祭壇を守る役目は、洞窟の中でも己を保てるものでなくば務まりません。頑張るのです。スーテラ姉様にわざわざ島へ戻っていただきましたし、皆さんに一緒に来てもらっていますし。アステールちゃん、今から緊張していたら着く前に疲れちゃいますよ。そうですね。落ち着かないと、落ち着かないと。お話ししながら行きましょうよ。ね。でしたらぜひ、島の外のお話をお聞かせ願いたいのです。もちろんいいぜ。オイラたちの冒険の話、たっぷり聞かせてやるよ。島は想像もつかないことがいっぱいあるのです。本を読むだけではわからないことをたくさんお聞きできて嬉しいのです。姉様、あそこにどなたかいらっしゃるのです。あの人も森人さんですか？いえ、この島にある集落は我々の村のみ、住んでいるのはエルーンだけのはず。そこの方、何をしているのです？この辺りは魔物も多く危険ですよ。ん？ああ、あんたらはこの近くにある森人の村ってとこの人？はい、そうなのです。あなたは？私はマライア。史跡研究をしてる学者さんの手伝いで資料の収集をしててね。村の人に見つかったら止められるかなと思って黙ってきたけど、見つかっちゃったか。史跡研究？まさか触れてはならぬものの祭壇に向かわれるおつもりでは？うん、そうだよ。なんかあそこ珍しい様式だから調べてみたいんだってさ。でも触れてはならぬものの力で心が弱い奴が近づくとおかしくなる。だから私一人で来たってわけ。ここまでご存知なのですね。触れてはならぬものはその名の通り触れずにいた方がよい。あなたが危険な目に遭う前に島から立ち去り、触れてはならぬもののことは忘れてください。それがあなたのためなのです。これは私個人の言葉ではなく森人としての忠告です。か、森人さんだったんだ。そりゃそう言われちゃうよね。でも私も手ぶらでは帰れないし。だからお先。あ、待ちなさーい。こら、追いつきましたよ。観念なさい。あちゃ、追いつかれちゃったか。
地元の人と追いかけっこしたってそりゃ勝てるわけないよね。まったく、危険な目に遭うのはあなたなのですよ。自重してください。まあそうなんだけどさ、でもやることがあるから。だから気軽に向かう場所ではないのです。最悪命を落とすのですよ。私を心配してくれてるんだね。森人に会ったら力ずくで追い出されると思ってたのに。森人は祭壇だけでなく人々を守る存在でもありますから、あなたも例外ではありませんよ。そっか。でもな、さっきも言ったけど私もやることあるし。わかりました。お一人で行かれるよりは私たちと一緒に来ていただいた方がいい。祭壇のある洞窟の前までお連れします。そこまで行けば危険を肌で感じていただけるでしょう。祭壇のとこまで行きたいんだけどな。これが最大の譲歩です。さすがにこれ以上は。わかった。じゃあそこまで一緒に連れてって。洞窟は触れてはならぬものの力が濃く、入り口も本当に危険なんです。危ないと思ったら逃げてくださいね。わかったわかった。じゃあスーテラとアステールは村の人だけど、あんたらはよその人ってか気空団なんだ。でアステールの試練のために里帰りするスーテラについてきたと。わざわざ赤の他人の試練のためにこんな僻地のって言ったら悪いか、とにかく遠くまで来たんだ。お人よしっていうか物好きっていうか。赤の他人じゃないですよ。アステールちゃんとももうお友達ですから。いやいや、島に来る前は知り合いですらなかったでしょ。っていうのもバカらしいか。まいいやつなんだろうねあんたら。私みたいな得体の知れないのもほっとけないみたいだしさ。スーテラだって森人なのに問答無用で出てけとか言わないでくれるし。祭壇に近づいてほしくないのは事実ですよ。ですが制止しても行ってしまいそうでしたし。正解。もう気軽に行っていい場所ではないのですよ。わかってる。まあ私にも事情があってさ。事情なのですか。まあともかく洞窟まではまだ距離もあるんだし、ちゃっちゃと先に進もう。次はこっちだっけ。あれ、マライアさん地図持ってないですよね。道わかるんですか。ほらここに来る前に地図は何度も見たし。へえ、マライア記憶力いいんだな。
まあね、好きなこととか興味あることだけ。勉強とかからっきしなんだけどさ。おー、学者の護衛っていうからマライアも勉強が好きなのかと思ったぜ。てんでダメだね。学者さんと一緒にお仕事をしているということは、史跡や遺跡がお好きなのですか？遺跡そのものはそんなにかな。もちろん嫌いじゃないよ。家族に学者だった人がいてね、最初はその人の手伝いだったんだ。でもいろんな場所に行くのが楽しくて。で、今では学者さんの護衛を主に請け負う気空師ってわけ。結構珍しい場所にも行けるよ。この森は光も入るし、過ごしやすそうだ。魔物さえいなければ、木陰で昼寝としゃれ込むんだけどな。お昼寝、いいですね。でも、一度寝てしまうとなかなか起きられないのが。ああ、わかる。気持ちいいもんね。あれは起きるの大変だよ。恥ずかしながら、実は早起きも苦手で。そうだったのですか？スーテラーネ様はいつも朝早くから弓の訓練をしておいでだったのに。私は守り人ですから、己を律するのも役目です。はあ、スーテラって真面目っていうかすごいんだね。意志が強いのかな。アステールも真面目な子だし、守り人ってそういう人じゃなきゃ務まんないのかね。そうやさ、アステールはスーテラを姉様って呼ぶけど、姉妹なの？そんな、恐れ多いのです。スーテラ姉様はとても優秀な守り人で、村長様の娘さんでもあるのです。スーテラーヌ様には私と違ってとても強くて美人なお姉様がいらっしゃいますし。スーテラってしっかりしてるから姉なのかと思ってたけど、妹じゃなく姉さんがいるの？ええ、メーテラーヌ様は私などお呼びもつかない100年に一人の天才です。そっか、姉が優秀だとさ、妹は辛いよね。私よく比べられては拗ねてたな。その度姉さんが困ってた。そうなのですか。マライア殿にも姉上がいらっしゃるのですね。うん、いたかな。死んじゃったんだ。すみません、マライア殿。ああ、いいっていいって。話を振ったのはこっちでしょ。ごめん、湿っぽくなっちゃったね。メーテラだっけ？どんな人？スーテラも兄弟喧嘩した？興味あるな。マライア殿、私を気遣って。そうですね。喧嘩はあまり。でも、姉様にはよくからかわれて。あ、そういえば。
ここが、触れてはならぬものが封印されている祭壇のある洞窟なのです。この重苦しい感じ。この気配は、まさか聖少獣？ルリアさんは、聖少獣の力を感じ取ることができるのです？ええ、そうなんです。でも、聖少獣なのですか？あそこに封印されているのは、触れてはならぬものなのですか？触れてはならぬものについて詮索することは、村では禁忌とされているのです。ですが、ルリア殿が力を感じ取られたのであれば、触れてはならぬものは、おそらく、聖少獣。触れてはならぬものってのは、とんでもねえ力を持ってるようだし、聖少獣ってことなら納得だな。お約束通り、ここからは私とアステールの二人で参ります。アステール、準備はいいですね。はい、なのです。アステールちゃん、試練頑張ってくださいね。気をつけて。ありがとうなのです、ルリアさん。行ってくるのです。行っちゃったね。私もこの洞窟の中入って祭壇を見たいんだけど。ダメですよ、マライアさん。アステールちゃんの試練は二人だけで行くって決まってるんです。だよね、弱ったな。アステールの試練の邪魔にはなりたくないし。今の姫、アステールの声じゃねえか。あの声、ただごとじゃないよ。助けに行こう、団長。生まれてしまったがゆえに、村へ混乱を呼び寄せる。弱く、愚かな存在よ。私、そんな、違うのです。アステルちゃん、無事ですか？ルリア殿？それに団長殿も。来ないでなのです。この洞窟、結構広いぞ。見失わないように追いかけよう。あなたは弱く生まれついてしまった。理不尽が憎いでしょう。世界が憎いでしょう。アステール、触れてはならぬ者の力に飲まれかけているようですね。アステールにはまだ試練は早かったのでしょうか。いえ、そんなことはないはず。心のままに。争いを、破壊を、滅びを望みなさい。いいえ、私はそんなもの望まないのです。確かに私は体力も力も他の人に劣るのです。それは悔しいし悲しいのです。でも人を羨んだって何にもならないのです。怒りも憎しみも私はいらない。私が力不足を乗り越えるため重ねてきた努力を信じるのです。愚かな、お前は受け入れられない。お前は古き村では異端に過ぎない。異端でもいいのです。みんなもきっと分かってくれる。それはすぐじゃなくて、いつかでいい。去るのです。私はあなたの言葉に屈したりしないのです。
キュッ。アステール、よく耐えましたね。私はあなたを誇りに思います。さすがです。この程度かい。さすがです。この程度。いやまあ当然の結果だよね。アステル、スーテラーネ様、よくぞ無事試練を乗り越えましたね。このスーテラが確かに見届けました。あなたは今この時から守り人です。祭壇を、何より人の命を守るため力を尽くしてください。はい、姉様。アステールは村のために、人々のために、これからも努力を続けるのです。アステールちゃん、おめでとう。それに、無事で何よりです。ありがとうございます、ルリアさん。その、洞窟に入っちゃダメなんですよ。アステールは森人なので、見過ごしちゃダメというか、すまねえ、アステールの悲鳴が聞こえてさ、いても立ってもいられなくて。すみません、私のせいだったのですね。皆さんこそご無事で何よりです。心配は嬉しいですが、無理はあまりしないでください。マライア殿の姿が見えませんが、外で待っているのですか？早く合流しましょう。あれ？そういえば、マライアさんは？マライアさーん！はぐれてしまったのですか？マライア殿が心配です。急いで探しましょう。マライアさーん！どこですか？返事をしてください。あそこに人影が。あなたは。私？あなたはどうしてそこにいるの？何を言ってるんですか？あなたがいることでたくさんの人の人生を狂わせたのに、どうしてそこで笑えるの？それは。何より、あの人の命を奪ったのはあなた。あなたさえいなければ。罪から目を背けて、そうやってまた他の人の命を奪うつもりなの？私、そんなつもりじゃ。人の人生を狂わせる悪魔。あなたの旅はここで終わりよ。死んで詫びなさい。私のせいで、私が逃げたりしたから。触れてはならぬものの力なんですよね。
でも私のせいで、あなたはザンクティンゼルであんな大怪我を。ルリアが助けてくれたろ。そりゃちょっと変わったことになってはいるけど、ルリアのこともそうだし、他のやつを助けたことをこいつは後悔しないぜ。なぜ争わない。戦い、力を示せ。うわっ、突然魔物が現れやがった。これはさっきまで見えていたもう一人の私の正体。気をつけて。すみません、取り乱してしまって。あなたに出会えて私は今とても幸せだけど、あなたはどうなのかなってずっと不安に思ってたことを急に言われてびっくりして、わけがわからなくなってしまって。触れてはならぬものはそうやって負の感情を高め、人々を争わせるのです。普段どんなに冷静な人も、優しい人であっても、破壊衝動を抑えられなくなる。急いでマライア殿を見つけ出さなければ。スーテラーネ様、もう探していない場所は、祭壇がある祭王しか。まさかすでに祭壇の前に。行ってみましょう。団長殿、こちらです。姉さん、ついにこの時が来たよ。姉さんの仇を討つ時が。触れてはならぬもの、いや、マルドゥーク、目覚め、私と戦え。マライア殿、何をしているのです。祭壇から離れてください。うわあ、祭壇を壊そうとして。私たちの声が聞こえてないのです。マライアさん。仕方ありません。スーテラ、ひどいな。当たっちゃったらどうすんの。祭壇から離れてください。マライア殿、あなたは触れてはならぬ者の力に侵されています。外に出ねば。違うよ、スーテラ。これは私の意志。私は触れてはならぬ者を殺し、姉さんの仇を取るためにここまで来たんだから。どういうことです、マライア殿。私の姉さんはね、触れてはならぬもの、マルドゥークのせいで死んだんだ。何ですって。姉さんは歴史を研究する学者だった。
とんでもない力を持つマルドゥークって青少獣が島々で暴れた記録を追って、そしてこの島に封印された触れてはならぬ者こそがマルドゥークだと突き止めたんだ。姉さんは森人の村には秘密で祭壇を調べようと洞窟に入った。私を連れてね。だけどそこで私と姉さんはマルドゥークの力に狂わされ殺し合いする羽目になったんだ。途中で正気に戻った姉さんが私を助けてくれたけど、姉さんはその時の傷が元で。そんなことが。私たち森人が侵入に気づいてあなたたち姉妹を止めていれば。今さらそんなこと言ってもらっても何にもならないんだ。姉さんは二度と戻らない。だからこそ私はマルドゥークを殺して踏ん切りつけなきゃ先に進めない。マルドゥーク、触れてはならぬ者と戦う。そんなことをすれば無事では済まない。マライア殿、やめてください。あなたの姉上がそのようなことを望むはずがない。うるさい。私はマルドゥークを殺す。それ以外はどうだっていい。邪魔をするつもりならスーテラ、あんただって殺してやる。くれてはならぬ者の力が今もマライア殿の意識を歪めているに違いない。とはいえ触れてはならぬ者の封印が解ければどれだけの被害が出るか、それだけは止めねば。私の邪魔をするな。戦うしかない。マライア殿はかなりの手だれ。団長殿、気をつけて。この程度かい？当然だ。するやつとは思えねえけど、触れてはならぬ者の力の影響ってやつなのか。アステール、マライア殿の手当てを。私は祭壇を調べます。封印がほころんでいる可能性が。青少獣の触れてはならぬ者の力が高まっていきます。あれが触れてはならぬもの。そんな、封印が解けてしまうなんて。怒り、違う、これは闘志。触れてはならぬものは他の存在と戦いたがっているの。洞窟の外に
触れてはならぬものを出すわけには参りません。祭壇にかつて封印をなしたという魔導球があるはず。それを使えば。よし、寄ってきた魔物を蹴散らして魔導球ってのを手に入れようぜ。これが封印の魔導球。魔導球に認められた森人だけがこの弓を扱えると言われている。私にできるのだろうか。スーテランデ様、触れてはならぬものが動き始めたのです。いや、迷っている暇はない。森人である私がみんなを守らねば。形成できない。扱い方は合っているはずなのに。あいつスーテラを狙ってやがる。止めるぞ。力を示す。いや